こんにちは皆さん。3月3日、水曜日ですね。平山茂と申します。どうも。いやー、天気がいいです。今日はですね、朝一からもう岐阜県に来ております。現在時刻は1時でございますけれども、会社に帰れるのはどうなんでしょう。2時半とか3時ぐらいですかね。今日は長い岐阜の旅というような形になっております。今いるところはですね、岐阜県の揖斐郡揖斐川町というね、なかなかプライベートでは来ない町でございますね。いやー好きですね。落ち着く鳥のね、さえずりというんでしょうか、チュン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 ではないですけどね、言っております。いやいいですね。ずっとここにいたいです。さあね、3月3日水曜日ということで、もう月火水と中日になります。こちらちょっと風が強かったりとかね、まあ、気温はまだまだ上がりませんけども、しっかりね、仕事もしつつ楽しみも見つけて楽しんでいきたいなと思っております。そして皆さんも楽しんでいきましょう。何事もなんかね、こういうとこいると野に咲く花のようにを歌いたくなりますよね、本当にね。こんな感じで大丈夫ですかね。もうちょっとなんか内容欲しいよね。もうちょっと内容を入れよう。ちょっとこれだけじゃ物足りないよね。引き続きご覧ください。山でございます。ミノイビッチャ、トンネルも出てまいりました。さあ、いやー初めてだな、通ったことない道でございます。ドキドキいたします。見えませんよ。さあ、トンネルを抜けるとどんな景色が待っているんでしょうか。さあ、出口が見えてまいりました。さあ、どんな景色が待っているのか。嫌ですよね、なんかプレッシャー感じてね。でも今はね、全く後ろに車がいないんですよね。だからゆっくり走れる。こういう山道はやっぱりゆっくり走りたいんですね。どうしてもこう山道交通量少ないとね、飛ばしたがる方もいらっしゃるので、そういう方たちにはね、もう先に行ってもらいたいなと、もし後ろに車が来たらもう先にもうこっちがハザード焚いて止めるっていうね、そういうことをしております。さあ、交通行動ですね。はい、失礼します。お勤めご苦労様です。赤い橋を渡って、いやーすごい、こっから山、山の端っこを走っておりますね。これはしばらくずっとこういう感じですかね。またなんか面白い映画撮れそうだったら撮ります。野に咲く花のように、
風に吹かれて野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。急にね現れたんですけど、これ何ですか？昔の名鉄電車でしょうかね。新岐阜って書いてあります。あそこに駅名らしきものが、ちょっと見にくいですが、谷組、谷を組むとか谷組という標識がありますね。標識じゃないですね、看板ですね。こちらにはもう一台なんか雪かきみたいなのがついてますね。谷組と黒のこう結ぶ列車なんでしょうか。ちょっとね電車詳しくないんですけど、これも多分名鉄電車だと思うんですよね。だからもう今は使われてない駅なんでしょうか。いやー、なかなかこういうところ来るとね出会いますね。では先に進みます。野に咲く花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を和やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には辛い人生も雨のち曇りでまた晴れる。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。清さん、会いたいよ。私はあなたに会いたい。清さん、どこ行っちゃったんだい。おむすびも持たずに。清さん、あんたの絵私にはわからない。でも大事にしとく。元気でやるんだよ清さん。大丈夫だからね。大丈夫だから。